そういう裏通りにあるけど、何か引きつける、要素を作りたいなとまず思ったんですね。路地が面白いと思ったので、この路地からそのまま直進して入ってくる。でそうするとあのグリーンの壁が一回受けるみたいな、そういうこうちょっとシークエンスを考えてまして、でその、まあだからここら辺まで路地っていうデザイン上は、もともとハンコ屋さんで年に1回の半分ぐらいまでがハンコ屋さんだったんですけど、それ以外は住宅ですね。まあ、それを飲食店に改装したっていう形。50平米切ってますね。46。この場所が飲食店だけじゃなくて、あの観光案内所、浅草エリアの観光案内所でもあるので、なんかそういうそのちょっと今のちょっとまあ吉原とか岡浅草って少しだいぶ変わって、おしゃれな店とかも出てきてるんですけど、なんかそういうちょっと怪しい感じなんですけど、洗練された今のデザインみたいなのを、まあ、この店で表現したい。でこう見上げるともう1階で、この店を感じてもらって、2階に行くとさらに驚きがあるみたいな、そういったシーンをちょっとこんな小さい2階建ての木造の建物でも作りたい。で向こう振り返ってたの。そうですね、だからここが実は特等席。もともとそのオーナーさんは割とこう純和風というか、まあ、障子であるとか網代天井であるとか、いわゆるこうすき家的な和風の衣装を求められてたんですけど、奥浅草の、雰囲気っていうのを何かこうデザインに落とし込みたかったっていうところから、まあ、こういうその2つの蛍光色っていうのをチョイスしてます。向かい の, 中華料理屋さんとか、その並びの天ぷら屋さんとか結構こう賑やかな電飾がある通りなんですね。で、まあ、そういうのに対してなんかむしろこうするみたいな、まあ元々の部屋がこう茶色で結構沈んだような色合いに、まあ、してるし、まあ、なってたんですけど、この色合いがすごいなんかこう合うんですよね。夜来ていただくと特に分かるんですけど、まずこのピンクの手錠ですね、工場で作ってきて窓からこう入れて、でそれで取り付けました。でこの上のこの金物を見ていただくとよく分かるんですけど、実はこれ高さが変えられるようになってまして、3段階10センチずつ、だから、1800の高さなんですけど、まあ、1900、2000で高さが変えられるようになってます。なんでまあいろんなこうもしかしたらギャラリーとして使ったりとか、なんかそんないろんなシーンを今使われることを想定してるんですけど、何かこう今の飲食店のこの1800の高さだけじゃなくて、いろんな多目的な使われ方を想定したデザインになってます。2階に来たら初めて分かる壺庭が向こうに見えたりとか、1階では分からない2階ならではの驚きみたいなのを、向かいに、うなぎ料理屋さんの元宴会場があって、今は使われてないんですけど、でそれがちょっと現れてくるんですけど、まあ、それをこう借景にして、まあ、2階のこう壺庭を作ってます。古木からこう新芽が出てるみたいなやつなんですけど、建物のコンセプトと一緒で、まあ、古いものと新しいものの組み合わせみたいなのを、まあ、体現した庭を作る。
Thank you.